山吹みどりはあられたちが通う中学園の女性教師で、ほとんどの教科を担当していたが、栗頭が担任になってからは主に音楽を担当している。作中ではせんべいとあっさり結婚したのは、作者がラブロマンスが大嫌いでネチネチ描くのが嫌だから。ツンツクツンは女性が苦手で、女性に触られると虎の姿に変身する得意体質で、男性に触ると元に戻る。作者曰く、ドラゴンボールの悟空になったキャラとのことだが、女性が苦手なところと外見は初期のヤムチャである。本気で激怒すると理性を失った野獣のようになり、アラレやガッチャン二人を返り討ちにしたチャビンマジンを倒した。このことからも作品中最強の存在といえる空豆クリキントンは、バーバー空豆の店主で元刑事。子供じみた性格で大人げない行動が多く、事件のどさくさに紛れてギャオス署長を狙撃した。ポリー・バケッツは不敬でむやみやたらに機関銃を撃ちまくる。初期のランチの設定に似ている。近くに止められていた三輪車がせんべいの短足にぴったりという理由で、駐車違反の濡れ衣を着せ強引に取り締まろうとした。ブータレブーはペンギン村に朝が来たぞーいと叫ぶのが定番で、時間には厳しく寝坊した太陽に大砲を打ち込んで叩き起こしたことがある。チャーミー山田に路上での立ち小便が見つかって逮捕された。何かあるとせんべいやキノコ、鳥山などに、今日の晩飯はとんかつが食べたいなと脅される。